強敵だよ。気をつけて。さあ、どう動く？カドン！よし、いつでも行ける。ドン！どうしようかな。よいしょ。やっ、どう動こう。カドン！来た。ほっ。調子が悪くなってる気がする。記憶の内容も不穏だし。ねえ、歌、今年はおばあちゃんの家行かないの？
私は痛みが欲しいの。人のいない世界なんて意味がないじゃない。ひまわり、今年は綺麗に咲いてくれたね。私はそんなの望んでない。返せ、この世界は私のものだ。やっぱり記憶がごちゃごちゃだよ。何の話なんだかさっぱり。もっと言えば、これが本当に駒川さんの記憶なのかすらわからない。青、どうする？あと少しなんです。あと少しで何かつかめそうなんです。ウターさん、きっと今一番混乱してるのはウタさんだ。私はリーダーなんだ。ブレちゃダメだ。みんなはウタさんを引っ張ってあげないと。先に進もう。大丈夫ウタさん、もうちょっと頑張ろう。敵は私たちが何とかするからさ。はい、よろしくお願いします。みんなもそれでいいかな。青がそう言うなら。ひぃ、落ちたらひとたまりもないね。なんでこんな景色が。よく鉄塔に登ってたってこと？わからないですか。どこも見たことある気がします。小さい頃に来たことがあるみたいな。ウタさん、こんなのが大切な思い出じゃない。頭の中にもう一人の私がいるんです。もう一人の私？自分じゃない自分。脳内に現れたもう一人の自分が話しかけてくるんです。お前はこうじゃない、本当の自分は私だ。自分を見失って気が狂ってしまいそうで。ウタさん、そうか、ウタさんは今二人の自分の間で揺れているんだ。大丈夫だよウタさん、自分を強く持って。ありがとうございます、星崎さん。よいしょっと。うん、ぎ、何これ。鳥になったみたい。知らない、私には関係ないことだから。
いい？来た！いつでも行ける！私の出番だね。ドーン！よいしょ！どうしようかな。回復するよ。回復するよ。よし、私の番。私の出番だね。ここ私が支える。イエーイ、まだ動き足りないな。よいしょっと。うぅ、えい、ズバッと。気合よし、元気よし、勝てる。来た。うわ、いつでもいける。せい、ふっ。どうしようかな。当たって。よし、いつでもいける。当たって、ドーン。よいしょ、いつでもいける。ほっ、ほっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。また一つ成長だね。よいしょっと。うう、えい、戦闘開始だね。うっ、来た。うっ、いつでもいける。せい、やっ、来た。よし、いつでもいける。えい、よし、よいしょ。回復するよ。さあ、どう動こう。ほっ、せい、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。するなら容赦しないよ。よし、私の番。せい、私の出番だね。いつでも撃てるよ。回復するよ。ドーン。回復するよ。でもいける。せい、カゴ。私の出番だね。ドーン。私が支える。回復するよ。ドーン。いつでもいける。ここやっ、想定。よし、回復するよ。私の出番だね。スーパーアタック。
強そうだけど、みんなとなら。さあ、どう動こう。カゴ、どうしようかな。私の出番だね。どうしようかな。よし、いつでも行ける。ここ、ここ。よし、私の番。カゴ。いつでも撃てるよ。回復するよ。私が支える。回復するよ。どう動こう。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。よいしょっと。うん、そんなのわからないって言ってんのよ。ちょっと、よいしょっと。うん、詰まった。戦闘開始。ダメ。私の番。ふっやっ、ふっやっ、ふっやっ。よし、いつでも行ける。どうしようかな。吹き飛んで。よいしょ、当たって。さあ、どう動こう。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。詰まった。邪魔するなら容赦しないよ。私の番。ほっ、せい。準備よし。いつでも撃てるよ。吹き飛んで。吹き飛んで。いつでもいける。まだ動き足りないな。
ズマット。みんな準備はいい？よし、私の番。いつでも行ける。いた。えい。あ、えい。どうしようかな。当たって。あ、いつでも行ける。お。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。お前は本当の私じゃない。私の声がする。え？ウタさん？
あなたもそうでしょうと言われて、私がそう思っていたことなんて一度もない。人に優しくしなさい。他人を思いやりなさい。人の気持ちを考えるのは当たり前。おばあちゃんの家に遊びに行くのは嬉しいこと。なぜって、そう思わない？ねえ、私、あなたは私なんだから、よくわかるでしょ？ほら、思い出して。料理を作るだの、学校を歩き回るだの、あんな生ぬるい人生は私じゃない。私は他の人間とは決定的に違う。私は最初から壊れている。感情が壊れている。ほら戻りましょう。苛烈で刺激的で色鮮やかな人生に。思い出して、あの日通り魔に会って私の人生は変わったの。私はおかしくない。私も生きている。私もちゃんと人間なんだ。みんな気をつけて。何か起きてる。暴れるようなら私は。うたちゃん、あおちゃん、このままじゃまずいよ。一旦学校に戻ろう。うん、肩持って行くよ。せーの、急いで。お姉ちゃん、実は
きく感情が揺さぶられた影響で世界の維持が不安定になった。まずい。空が割れる。私のせい？私がウタさんの記憶を取り戻そうなんて言ったから。あれは、私たちの世界が壊される。私たちの世界は確実に壊れる。戦う、それ以外に私たちが生き残る道はない。そうでしょ、みんな。合ってた、間違ってたわ。今考えることじゃない。反省も後悔も後でたくさんすればいい。だから今はやるしかない。やるしかないんだ。手ごわそう。準備よし。カゴ、どうしようかな。これだね。いつでも行ける。よっ、どういうこと。カゴ、よっ、はい、私が支える。特別はここに。思いの力見せてあげる。
私が支える。よし、いつでも行ける。ドーン、いつでも撃てるよ。回復するよ。スーパーダーン。一人で私が支える。日々が消えた。この世界は大丈夫なんですか？敵はなんとか排除できたから致命的な崩壊は免れた。でも確実に寿命は縮まったと思う。そんなライムは？ライムは大丈夫なの？大丈夫。ダメだったらもう私たちはここにいられない。そっか、よかった。生き残れたなんて喜べるような状態か。この現状で私のせいだ。私のせいでこんな。アオちゃんのせいじゃないのです。こんなこと誰も予測できないから。はい、ここまで大規模になるなんて想像もできませんでしたから。私だって駒川さんの記憶は取り戻した方がいいと思ってた。だから私の責任でもある。でもみんなの話を聞いて最終的にウタさんの記憶を取り戻そうって決めたのは私だよ。リーダーである私がそう決めちゃったんだよ。青、落ち着いて。リーダーだからといってそんな風に責任を押し付けようなんて私たち思ってないわ。一旦休もう。このままじゃ何もできない。今後のことは休んでから考えよう。あおちゃん、
ぎ。何これ。ねえ青、聞いてるの？しっかりしたよね。リーダーの意見が一番大事なんだから。それで青ちゃん、これどう思う？ねえリーダー、リーダー参ったな。私リーダーなんて柄じゃ。じゃあ、あなたは何者？まだ夜、疲れてるはずなのに眠れない。頭が重い。ダメだ、少し外の空気を吸おう。悪い夢でも見てたの？あ、ゆずさん？まあ、そう。私、リーダーってみんなに認めてもらえてすごい嬉しかったんだ。これまでずっと平凡な生活を送ってきたからさ。何者にもなれず、ずっとこのまま、そう思ってた。けど、リーダーって言われるようになって、何かを大きく動かすような立場になった。みんなに期待されるようになった。だから張り切って、自分にできること、何でもしようって思った。私にできることってなんだろう。もっともっといろいろできるはずだ。そうやってたくさん考えているうちに焦りが生まれて、何ができるかは何かしなきゃに変わっちゃった。その結果がこれだよ。私のせいでみんなを危険にさらして、みんなに何て言えばいいんだろう。青、その気持ちを話してみるといい。話すって誰と？誰に話しても聞いてくれるはず。青が話したいと思った人のところへ行けばいい。私が話したい人？わかった。明日の朝聞いてみるよ。
ひなこさん。青、いろいろお疲れ様。ひなこさん、少し聞いてもいい？うん。ひなこさんは前に原種ってやつと戦ってたんだよね。そしてひなこさんは原種に勝った。一つ大きなことを成し遂げた。その時はどうやって立ち向かったの？どうやってか、難しい質問だね。クラックが起きて大変なことになって、私何が正解だったのかわからなくなっちゃって。ごめんね。きっと私は青の求めるような答えは出してあげられない。え、どういう。私も正解はわからないんだよ。リフレクターになって原種に立ち向かうことになって、無我夢中だった。私たちは思いを守るため、最終的には全ての原種をリフレクトしたけど、でもそれが正解だったかどうかはわからない。だって世界は救われなかった。結局灰は世界を滅ぼしてしまった。そうでしょ？でもそうするしかなかった。言ってしまえばその通りなんだけどね。自分自身で納得できるかどうかはまた別の話。そんな私から言わせてもらえば、青はとっても頑張ってるよ。え？何が正解かもわからないこんな世界で、青は私たちの進む道を切り開いてくれた。それってとってもすごいことだよ。本当はリフレクターの先輩である私がもう少し頑張れたらよかったんだけど。そんな、私ひなこさんがいるとすっごい心強いよ。ありがとう、青。なんだか逆に励まされちゃったな。なんだか少しひなこさんのことを知れた気がする。恥ずかしいな。ずっと答えを探してた。でもそうだよね、わからないものはわからない。ならやれることをやる、それしかない。うん、私も全力で手伝うから。ありがとう、ひなこさん。私もう少しだけ前を向ける気がするよ。そっか、私勘違いしてた。弱音を吐いちゃいけない。誰にも頼らず一番前を歩かないといけない。リーダーってそういう存在だと思ってた。でも違ったんだ。そういう風に突き進める人もいるかもしれないけど、私はそうじゃない。私はやっぱり特別な人間にはなれなかったけど、相談してみて分かった。私はこのチームが好きだ。この世界で出会ったみんなのことが好きだ。だからみんなとのつながりを失いたくない。私は
私にできることをしたい。みんなに伝えに行こう。私の思い、これからの決意を。青ちゃん、話って？ごめん。私のせいで大変なことになっちゃったのと、それとしょぼくれてたこと。それを言うなら私たちこそごめんだよ。え？うん、私たちもリーダーだからって青に任せっきりになっちゃってたと思う。もしあの時青ちゃんが声をかけてくれなかったら倒せなかったかもしれないよね。はい、大きなクラックが起きて私含めみんな動揺してたと思います。でも青だけがあの時あの状況でそれでも未来のことを考えた。いち早く青が前を向いたからこそ私たちはこうして今も生きていられるのよ。みんな、じゃあお互いごめんだね。うん、そしてこれからはきっと変わっていける。幸いなことに私たちはまだ生きている。生きていればどんな可能性もゼロじゃない。やれることは絶対にまだある。そうだよ、ここまでみんなでやってきたんだからなんとかなる。私はそう信じてる。私もまだまだ元気あり余ってるし、またあのデカブツ出てきたら倒せばいいよ。不安があるなら言って、みんなで考えましょう。うん。ようやく青らしい青が戻ってきたな。ああ私今までの人生でこんなに感謝されたことないよ。何にもないってずっと思ってたから。でも今は違う。こんなにたくさん、私にはもったいないよ。私幸せ者だ。こんな友達に出会えて本当に良かった。私は特別じゃない。でもみんなとのこのつながりだけは変えられない特別だ。私この絆は絶対に失いたくない。だからみんなで守ろう、私たちの世界を。私たちならできないことなんて何もない。